はい、こんにちは、マナズマナカです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、冬になって皆さんね、いろんな管理をされていると思うんですけれども、私たちが管理している植物、お店に来ていただいている方は、見ていただいていると思うんですけれども、ハウスのね、現在の植物の様子なんかを、僕と一緒にご覧いただきたいと思います。それでは行ってみましょう。はいはい、それではまずね、パキポゾーンから行きたいと思います。はい、パキポゾーンは、実生なんか花芽がね、上がってきているものなんかもちょくちょくあります。で、ボディもね、カチカチのままです。カチカチです。はい、で、今一つめちゃめちゃ綺麗に咲いている実生のサキュレンタムがあるんで、それをね、ぜひお見せしたいと思います。トゥルントゥルントゥルントゥルー、パカ、めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。サキュレンタムの花ですね。反射しちゃうな。よいしょよいしょ。こんな感じでね、綺麗なピンクな花が咲いててね、これね、国内の実生なんですよね。ずっとね、うちのハウスにあってね、かっこいいんですけどね、ずっと売れてないというかっこよさを誇るサキュレンタムですね。もうな、かれこれ何年育てたの、これもう 4,5 年ぐらい一緒にいんのかな。すごいかっこいいやつです。で、葉も展開してきております。はい、でね、アデニウムなんかも結構もう葉がね、ちょこちょこ出てきております。はい、でね、まあ変わらずね、ゲアイーとかラメリーなんかは強いんでね、葉は出たまんまです。はい、で、ここら辺のホロンベンセ、かっこいいですね。ホロンとデシが僕大好きなんですけど、ここら辺もね、ちょこっと動き始めてますね。もう成長点なんかがもぞもぞし始めてます。はい、こんな感じでね、ハウスはもうカンカン照り、めちゃめちゃ暑いんですよ。日照条件なんかもね、すごく良くなってきてるんで、日照条件が長くなればなるほど、やっぱり植物もね、春を感じてくるんで、もうハウスなんかはもう一足先に3月4月ぐらいの感じ方を植物がしているんじゃないかなと思います。はい、結構ね、室内で暖かく育ててる方もそういった環境でそろそろもぞもぞしてきたな、花芽が上がってきたな、なんてことがあると思います。はい、で、この時に注意点が、水を焦ってあげないことです。焦ってあげない。まだ休眠完全に開けてない時は、一気に冠水しちゃえ、ドーンなんて言って根腐れすることがあるんで気をつけましょう。まあ、詳しい話はね、また今度話したりしたいなとは思うんですけれども、はいはい行きましょう。で、灌木系も見えるかな。これもちょびちょび葉が出てますね。かっこいい、かっこいいですね。これね、これコミフォラボラネンセって言うんですよ。すごくないですか。枯れたね、葉がついたままで大変申し訳ありませんが、ここら辺もね、葉がちょびちょび出ております。はい、最高でございますね。ここら辺もクッソニアスピカータ、葉がね、美しい。この葉脈とね、ギザギザした葉っぱがね、もうたまらない。もう僕ね、こういうの大好きなんですよね。ほら、綺麗ですよね。はあ、綺麗だ。いいですね。まあ僕の好きが詰まってますんでね。はい、で、次にシンニンギア、ブラータというもので、シンニンギアはね、こうハーブみたいな葉っぱしてて、でね、開根部こう見えてて、うん、なんていうんですかね、こう面白い形というか、開根始めた後も結構こういったね、面白いっていうか、なんかこう鉢に仕立てるとめっちゃ可愛くなるんですよ。こういうのね、すごい好きです。めちゃめちゃ熱い。よし、で、次にロッシー、ユーフォルビアのロッシーめちゃめちゃ好きなんですけど、ワイドに広がるこの感じとね、こういうピンクの花が可愛くないですか。好きなんですよね。で、開根部のこの、なんだろうな、ユーフォルビアステラータとかクンチーとか、そういった部類と同じようにね、こう開根部のこの根の部分がこう白く太ってくるっていうのがね、いや、いい。まあ、これね、仕立ててこうちょっとね、開根部グッと出して植えるだけでめちゃめちゃかっこよくなるんで、あとはね、こう枝なんかもスパッと切って作り込むっていうこともできますし、すごくおすすめですね。うん、はい、今日は僕のね、この植物の愛を伝えたいと思います。はい、あーちー、はい、熱い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 な、熱い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 、はい、はい、次にアルブカ、
フミリス、フミリスも今花咲いてる、花咲いてますよ、見てください。いいっすよね、なんだろうな、この園芸の楽しさってこういうとこにありますよね。いや今もうちょっと花開こうとしてて可愛いなね。なんかこの丸々のね球根の部分のここもめっちゃ可愛いんですけど、この花がねピョンって伸びた時にうわ花咲いたっていうこの感動をね、こういろんな人とねこう共有したいというか、もう皆さんそう思ってるんじゃないかなっていう風に僕は感じております。はい、いやいい、あららら可愛いな、なんだろうこれ、見てください。これ緑のこの線の部分と白いねこのコントラストがたまらない、こんな花ありますっていう。でこれ花開くんですよ、最高ですね。はい、あいい、これはいいや、かわいい。はい、こちらも僕大好きです、ヤトロファニシキサンゴ。ニシキサンゴってもうなんか一番最初に開墾植物に目覚めた時にこのニシキサンゴを見た時にこれ何なんて言うんだろう、この白さ、え大根みたいなのにこの葉っぱで、どん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 ねこの種に種というかこう個体差によってすごくヤトロファの中でも青くなる葉があって、それがこうえこんな大根みたいなのから葉っぱ出て、しかもピンクの花が咲くんですよ、小さい小さい花が咲くんですけど、いやもうそれがね可愛い。でこの見てください、これブッサイクに見えるじゃないですか、この開墾部がまん丸じゃなくてその下に大根みたいなのがさらについてるやつ、もうこれが可愛い。もうこういうのを見ると鉢上げして綺麗な鉢にねこの足みたいなこの大根部分をねこう見せたい、見せて眺めたい。熱くなるな今日は、やばいな。はい、っていうね、錦サンゴも僕は非常におすすめしております。はい。じゃあ次に行きましょう。今日はですね、しっかりというか、いつも気合入ってるんですけど、気合入ってます。まあ、暑さとともにね。で、次がですね、この噴火竜ですね。マダガスカル原産の植物でございます。かっこいいね。このね、棒になった時の、この何ですか、トゲの先のこの1、2、3、4本に分かれて、さらにね、こう、分かります？こう、なんか、ついちゃうやつあるじゃないですか、昔木でこうピュって取ったらつけられるやつ、水つけてそれの先がこうシュンシュンシュンってなってる。でこの緑の色と、しかもこの葉が出た時の感じでグワってもっと太くなってくるんですけども、それがね噴火竜いい、しかも成長結構早い。こういう品種なんかね、正直僕自身は特定一種のものが好きというよりは、なんだろうな、その一つの個体に対してこの良さっていうのが全部あるわけですよ。もうね、例えばですけど、このオプンチャ、これとか見てください。これもうなんか小人がいっぱいついてるみたいな雰囲気なんですよ。こういうのも可愛い。なんて言うんだろうな、なんだろうな、植物にこの愛着湧いちゃうんですよね。バカなのかな俺。いやーこれがねたまんねえんです。見てくださいこれ。超可愛くないですか。超可愛いんですよ。超可愛。激可愛でございませんか。見れば見るほどねこういうのもいいなってずっと眺めてられるんですよ。可愛いなお前つって。はい、行きましょう次に。はい、今日は長尺で行きます。今パッと目に入ったものからねどんどん紹介してますけれども、どんどん行きますよ。はい、次これペトペンチアナタレンシス。はい、これもねこういう開墾部が出ててこう分かります？ペリペリペリと成長して大きくなった姿にさらにこのなんか可愛い葉、分かります？で可愛いと思うじゃないですか、この葉だけ見たら緑だよねって思うじゃないですか。この裏葉見てください。この裏葉見ました？いや見てなかったらやべえな、どうしよう、そんな時もありますね。裏葉が紫、はあどうしたんでしょう、この進化の過程とかね気になります。これが自生地のどこかに植わってるということを考えるだけでたまらない。こういうね品種にももっともっとスポットが当たってほしい。まあアガベなんかもねやっぱかっこいいよ、かっこいい、絶対かっこいいんですけど、こういう可愛い品種もね真っ白い鉢なんかにね仕立てるとこの紫色の葉がね生えてくるんですよ。これはねガーデニングしているからわかります。はい、ぜひね皆さんいいと思います。宣伝じゃないんですけど、暑くなってきちゃったな。はいはい、暑い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 。はい、次に見てください、アデニアのグラウカ。グラウカやばくないですか。グラウカどうです、この葉っぱ5枚になってるんです1個のやつが、超可愛くないですか。こんな葉っぱあります、優しげなんだよな、しかも色が。でねこの部分もうねちょっとね長くなりすぎちゃってこう切っちゃったんですよ、こうバーッと切っちゃったんですけど、この感じが可愛い。いつでも仕立て直せるで丸々育てるんですよ。今度ここ切ってちょろんってこうなってたら可愛くないですか。最高なんですよね、グラウカ最高です。次にですね、はい、水あげなきゃなってなった時はバケツにねブシュってつけてあげるんですよ。今の時期ねこう朝の時間寒くて水がねあげられないんで、はい、なのでバケツみたいなのを用意しておくと意外といいかもしれません。次にですねここら辺見てください、ユーフォルビオイデス。
見てください、このねオールド感漂う古木感ある幹肌に対して、この多肉質のようなね若干の肉質っぽい葉っぱに花が咲くんですよ。可愛いでしょ、ギャップやばくないですか。これね盆栽みたいに仕立てられるんですよ。だからすごい最近鉢なんかも流行ってますけど、すっごいかっこいいゴツゴツとしたね鉢に植えてもらって仕立てる、しかも角度つけたりなんかして植えた日にはもう達成感でもう昼からビール飲んじゃう。はい、どうでしょうか、いっぱいあるんですよ。ほらほらほら、これもやばい、これなんかもうプツプツがやばい、見てください、すごくない、すごいっしょ、もう葉がかわいい、なんだろう、このなんだろうな、このブルーと緑を混ぜたような色がねかわいいよね。はい、次にですね、私が大好きなケラリアピグマヤを紹介したいと思います。でピグマヤもうね冬型開墾植物、いや開墾植物の中でも僕が一番好きかもしれない植物です。はい、行きましょう。あ、どれだ、うわ、ほら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 、これか、いやこれだな、うわよだれ出ちゃう、見てくださいこれね、すっごい幹で、うわ見てください、このマダガスカルとかに存在しそうなバオバムみたいなこの開墾部幹に対してこのプリプリな葉、プリプリな葉ですよ、プリプリな葉。これ皆さん好きなあれあるじゃないですか、グミみたいなやつ、あの9個入りのやつね、開けて食べるやつ、爪楊枝で、あれがついてるんですよこの葉っぱに。美味しそうだよ、もうねこれがいい、大好きなんだよな、ほんと好きなんですよ。だからね発根率がねちょっと悪いんでね、ちょこちょこ動き始めてるんですけど、うん、発根してるのもねバンバンあるんで、すっごい可愛いんですよね。これがほら見て、かわいい、ないっすか、映ってるのかな、ね、かわいいでしょ、かわいいでしょ、かわいいんすよこれが。昔一時期5年ぐらいほんとピグマイ入んなくなっちゃったんですよ。それで最近入ってくるようになったんですけど、実際こういう風に大きくなるのは相当時間かかるんで、希少なものですし、僕はね大事に大事に今はね管理して、もうほぼ売りたくないという、商売として成り立たないメンタルですね僕に関してはね。このプリプリがかわいいんですよね、プリね、プリ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 が可愛い。おー、次に冬型攻めますからね。次にペラルゴニウムミラビレでございます。葉が折れたやつを刺しときました、つきましたと、ありがとうございます。葉が出てないな、ここら辺はね葉が出てない、葉が出てないというか水やりが少ない、これがね本体なんですけど、折ったやつでも意外とね増やせることができるんですごいおすすめです。冬型の中でも人気がある。はい、はい、さっきの、わお、すごいね、綺麗ですね、これもいい、ほら色が、幹の色がすごいですよ。こうやってね鉢に植えるとかっこよくなります。ほら鉢に植えたグラキリスなんかも可愛いっすね、ありがとうございます。はい、鉢に入れると全然雰囲気違います。金光丸なんかも見てください、これすごくないですか、このキンキンとした色と、この何年経ったんだろうって、だって現地の超でかい株とかってこういう感じじゃないですか、これの大きくなったバージョンみたいな、でそのミニチュアじゃないですか、こんなのさ家に置いて管理できるなんて幸せなことですよね。現地のサボテンを家に置いたみたいな感じじゃないですか。いやー好きなんだよなこういうの。なんかねアガベとか開墾流行ってますけど、こういうのをね一個置くだけでもね家の雰囲気っていうのはこうパッと明るくなるし、こう西日なんかガンガン日光入っちゃって乾きが早いのよ、観葉植物は育てられない私なんていう方におすすめですねサボテンは。でしかも水やりも忘れちゃうのよ、そんな人におすすめです。はい、どうでしょうか、インテリアにね、はい商売みたいになっちゃった。次、パキポディウムゾーンでございます。我々はですねこうやってね一個一個植えるんではなくて砂に入れて管理しております。12月ぐらいに入れたものだったんですけれども、結構根が出てきております。やっぱりね条件が良くなってきたのと、暖かくなってきたのも含めて結構ね発根率強くなってきてます。はい、まあ、一気に管理しなきゃいけないんで、ね、どうしてもこういう形にしております。はい、パキポディウムの発根に関しては、最近ねパキプスも入ってきたんですけど、パキプスなんかは発根するのに急ぐというか、水を与えて与えて与えてっていうサイクルですけど、グラキリスに関しては急ぐと腐る、急ぐと枯れる、急ぐば急ぐほど根が出ないってことが多いような気がするんで、しっかり乾かして水あげて、季節によってはもっと乾かしたりするっていうのが大事です。はい、こんなもんでいきましょうか、ありがとうございます。はい、次にアガベの前に火星人、トゥ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 はい、ありがとうございます。はい、チャンネルはそのままで。そうですね、火星人
めちゃめちゃでかいです、まあ、こうやればいいのかな。すっごい大きくない？すっごい好きで、ここら辺もね、今なんかここから突き破って出てきてるの、ほら根になるところがすごいっすよね。この生命力たるもの、すごい。しかも丸くね、仕立ててエドゥリスもこんな大きくなりますと。いやー、たまんないっすね。こうやって仕立てております。ゲッド、大好きです、こういうのもね。はい、僕はだからなんか希少度なんかもありますけど、基本的にはこう物のこう形だったり雰囲気、普及地でもこんな形ねえなと思えばすごく気に入れますし、そういうところでね、ちょっと見る視点はかなり変態目線かもしれません。はい、あっちあっちよ。あと忘れてた、ユーフォルビア系だ、俺が好きなの。僕が好きな品種たち、ユーフォルビアのこのトゲトゲちゃんですね。意外とね、人気ねえんですよ。クンチーとか、あとなんだっけ、これウムフォロジエンシスって言うんですけど、これ僕からするとね、もうなんだろうな、たまんねえんですよ。このトゲトゲのこのなんだろう、分岐、この葉と葉っていうのかな、から出るのと、しかもその開根部からこう出てるのがね、すっごい好きで、でムフロエジエンシスもドレッドみたいにこうやっと太くいっぱい増えてくるんで、なんか仕立ててってやっぱかっこよくないですか、こうやって見ると。うん、そういうのがねたまらなく好きでございます。私ユーフォルビア、クンチとかステラータとか、そういった品種大好きです。はい、大体何でも好きですね。まあこんないろいろねありますから、はい、好きです。はい、このアロエのねプリカティリスなんかもね、いやーかっこいいなと思います。こういうのでしょう、家になんかこうなインテリア性を持って植えるっていうのはね、こういうの最高だと思いますよ。白い鉢ちょっと長いのに入れても全然大丈夫なんで、入れるとねかっこよくなるよ絶対。もうねインテリアのねデザインも誰かさせてくれないかな。はい、という感じですね。あとここからはデンデレンデレンデンデレンデュルルデュルルデュルソーラーエクリプス。もうこれねソーラーなのかよくわかんないんですけど、このソーラーやばいっすよね。すごいっすねこれ、うねりがやべえ。次はアガベです。輸入したものがねどん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 発根してきております。はい、じゃあアガベいきましょう。前ね動画で流したユタエンシスもだいぶ発根進んでます。はい、最初ね輸入当初、未発酵のまま、販売しておりましたけれども、だいぶいい感じになってきて、全く売りたくないですね。こういうサイズのものはかっこよすぎて、このこういう目線で見るといいですよね。かっこいい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 。はい、いやこの目線で撮るの大変ですね。はい、皆さんもねそうやって見てくださいね。来たらね、あかっこいいなって。あ、これね意外とあるんですけど、今結構開根っていうものが結構メジャーなものになってきて、いろいろとね見る人が増えてきたんで、僕はあんまりこう最低限のマナーを守っていただければ何でもいいなと思いますけど、一番最初に感じたのは、取ったもの買うか買わないかを迷ったものを取ってこう見るっていうのが最低限の常識だったような気がします。最初のあんま持たないでねとか、こう持つっていうのはご法度なのかなっていう気がしたので、本当にねこう株見るんだったらやっぱこういう風にね、うわーかっこいいな、かっこいいなって、今僕の目線いきますね。うわーこれいいな、これもだ、これやばいな、こっちかなみたいなね、こういう見方するといいですね。全部を全部ねペタペタ触るっていうのは、まあ、僕自身は最低限のマナーを守ってもらえれば全然大丈夫なんですけど、基本的にね昔から感じたのは、あんまりこうペタペタ持つといい顔をされないということが開根植物であるのかなと感じます。はい、ただねまあそんな常識もぶち壊せばいいと思うんで、はい、こうやってね、ああかっこいいじゃんって、これいいなって、本当にいいな、悩んだなと思ったらね店員さんに言いましょう。うちなんかはもううちの店員に話しかけてもらえれば全然問題ありません。はい、もう話しかけてくださいガンガン。はい、楽しみましょう、その会話を楽しむというね、あんま深く考えすぎずやるっていうのがいいと思います。はい、次、はい、次にですね、ここら辺がまたおい、かっこいい株がねスタートするのにはいい形で、いいものが多い形だと思います。何言ってんだかね。アガベなんかはもう皆さんねすごい知見も、見るね、どういうのがいいのかっていうのもねご存知だと思うので、こんなのがありますよっていうのね、あーこれかっけー、めっちゃかっけー、めっちゃかっけー、何回も見てんのにこうなんだよな、バカなんでしょうねきっとね。はい、植物が好きなんでしょう。はい、うーね、もうなんかお金のことなんか考えなかったら売りたくないというぐらいですね。このカリフォルニア BB、青い青い青い
青い青い青い空青い青い、うわこれもやばいっす、あやばいっす、暑い、やばくないですか汗が、いやすごい、いや久しぶりに熱が入っちゃいましたね。はい、ちょっとね今度お見せするんですけど、前回屋外の直射日光で育ててた実験のカバあるじゃないですか、それもちょっと成長したんでご覧いただきたいと思います。こんな感じ、1個の株これですね、実験、うわめちゃめちゃかっこよくないですか、超かっこよくなった。はい、でもう1個これちょっとね細長かったやつ、これもね鉢に入れたんですけど結構ね細長いけどかっこいい。でもう1つこれだ、かっこいいですね、これもいっぱい小株出てきて、はい、我が家でやってるのと同じようにねかっこいい、こっちは詰まってきたかな意外と、はい、かっこいいです。でここにある YouTube 実験株の根差しなんかも意外とようやく葉が展開してきたようです。はい、その切った方の親の方も季節悪いんじゃないですか大丈夫ですかって言われたんですけど、結構葉が新しいのも出てきたりしておりますね、ちょこちょこ。あこっちかと、はい、結局名前つけてないな俺、やばいやばい。そんなところで、うわ暑い、そんなところで、ほんの一部でしたが、私と一緒にねハウスツアーみたいな感じで、今日はご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。かなりね暑い、もう30度ぐらいやっぱあるんじゃねえかな、暑い。まあね、そんなハウスの中で、いろいろねこうパッと見ちゃうと、やっぱりこう僕も最初の方ハマった時は希少なものないのかな、うわ他にはない植物ないのかなってこうパッと探しちゃうんですけど、一つ一つの個体、植物の良さっていうのをね眺めれば眺めるほどその品種によっての良さがすごくある。なんでね今までこうしか見れなかったものをこう横から斜めからいろんな角度から見ると、うわこの植物ってこんな素敵だったんだっていうふうに思うことがあると思うんで、まあハウスに来た時にはねやっぱりこうまあいろんな人がいろんな方がねいらっしゃるとは思うんですけれども、楽しくねこうゆっくり見てもらう時間になれば嬉しいなと思います。はい、一つ一つの個体を見ていろんなお店に行って、その知識だったりどういう形がいいのかっていうのをしっかり見て、その時にしかないものをしっかりキャッチ変えるようにする知識やね見方をつけておくのはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね生意気なことを言ってしまいましたが、楽しい一つね楽しむ方法だと思います。こうガッとこういいもんねえのか、いいもんどれだ、いいもんほんとやばいもんどれだっていうのももちろん楽しみ方の一つ、 もしくは小さい柿子とかね、この親株になるためにこれないのかなとか、あとは開墾植物であれば一つ一つの形に、ストーリーが違う、その生きた違う雰囲気のものがたくさんあるんで、そういったのを見てもらえたらすごく嬉しいなと思いますし、そういう風にね見られる方が植物好きの方に多くなってくれたら少しね嬉しいなと思います。はい、いろいろなことは述べましたが、そんなにねこう気難しく言ってるのではなく、楽しんで育ててもらって、いろんなね見方をすることでより一層植物を楽しめるんじゃないかなと私は思っております。はい、あまりねお店にはいませんが、こういった形で、ご希望があれば1ヶ月に1回とかこういうことをやりたいと思ってますので、私自身もこうね熱くなっちゃうんですよ、やっぱ好きなものをこう自分の中で植物集めてますんで、こういうご希望が良かったよとかあったら、グッドボタンもしくはコメントにていただけると非常に嬉しいですし、パワーも出てきます。はい、今日はね少しテンション高めでやりましたけれども、ご覧いただきありがとうございます。